はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。 This is a Police 14日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。例によって長官ですね、一面確認していきましょう。まず市長の甥、警察署長の椅子を熱望と。2締め、町の犯罪率 31% 増加。まあこれ今ギャング同士の抗争中ですからね。で最後、フリーバーグの農家史上最高収穫量を記録ということですね。では今日も元気に出勤していきましょう。前回シフト B チームが壊滅的なダメージを受けて7人が殉職するっていうね、状態になってしまいましたからね。さらに今日はシフト A ですけど、椿が欠勤か。コチは今日欠勤、浅野は今日欠勤。何プライスも二日酔いかってなると、今日三人だけ、三人はないだろう。三人でこう事件がね、裁ける気がちょっとしないですけどね。まあ、とはいえいる人間だけでなんとかしなきゃいけないわけなので、早速リクルートしに行きましょう。もうそれが一番重要だ。何につけて、まだリクルートだ。予備人員は全然いないよな。ってことはリクルートだな。6人いるんでしょ。まずはリッキー・エル・ダリアス、彼をシフト A に追加しましょう。とりあえず今日。さらに村田リオカちゃん、彼もシフト A に追加しましょう。でフランク・ウッダード、彼は B に入れよう。でクリス・ゲラン、なんか目がちょっと怖いけど彼を B で、ロシア・ジュリアーノも B へ入れていきましょう。で刑事スロット空いてるんで、刑事スロットをちょっと B、 警官がちょっと足りないな、数が。で労働組合から、あ、職員たちがあなたに対し正式な苦情を申し立てたと。まあ解雇しちゃったからな。ただ市長の意向ですからね。さらにサンドからの要請、仲間がサンド氏の予定に転向して偵察をしていると銃を持ったチンピラたちを発見。この近辺に潜んでいるのはそいつらだけではないだろう。一致団結して形勢を逆転させるぞ。いやー今人派遣する余裕ないんだけどな。しょうがない、送りましょう。すぐ戻ってきてよ。で器物破損ゲームセンター2000か。いやーこれは無理だな、人を出せない。2人の若者がターボニトロマシンのマシンからハンドル取り外して盗んでいった。ちょっとこれはゲームセンター側で対処してもらうしかないですね。間に合った。で役所からの依頼、市長の報道官の妻はコーラックスが趣味だ。今日は彼女の誕生日だから美声の男性陣を手配してほしい。待ってくれ、これさ、この顔から美声感が伝わってくるのってバーディーはいけそうな気するんだけどな。小泉がこれ美声だったらちょっと逆に面白いけど。でゲームセンターには小泉を送りましょう。ヤンシーか、ヤンシーを送りましょう。いや3人しか警官いないって絶望的だな。さらに役所からのコーラスの依頼とかね、そんなのをやってる暇ないんだけどな。で兵器の違法取引か、22秒ある。22秒あれば、あるいは器物破損の報告だ。これは早く受けてしまおう。さすがヤンシーだな。でヤンシーが13秒と戻ってこれれば兵器の違法取引で派遣できるけど、あと5、4、3、2、1、0。あー間に合わないね、しょうがない。まあしょうがないですね、市民が死亡か。
3人じゃどうにもならないよ。しかも2人を今市長の報道官の妻の誕生日のコーラス隊に派遣してるんでしょ。で銃撃戦か、危ないよな。これヤンシーとスワットだけでどうにかなる話じゃないと思うけど。小泉とバーディーはいつ戻ってくるんだ。いつまでコーラスしてるんだよ。サンド一家からのヘルプ要請来てるけど、ちょっとなどうにもならないですね。人がいないっていうね。警察部隊が現場に到着。3人の遺体を発見。自動小銃をまた6人の犯人は貨物コンテナを取り囲んでいる。彼ら警察の姿に気づくと3人のうち2人は素早く逃走。なるほど。まず6人いて3人のうち2人は素早く逃亡ってことは4人残ってるわけですね。じゃあもう犯人を撃ちましょう。残りの犯人は運送用のコンテナの間に隠れていると。両手を上げて出てこいですね。よし、警官も無事だ。アイテム発見、誤解。警察署に連行しましょう。で戻ってこれるかだな。ウルリヒビーバー市内で、所長いつもお願いばかりで申し訳ありませんが、あなたしか頼る人がいないんです。元妻が訴訟で勝ち取ったレコードは無事に取り戻すことができました。でももしかしたら気のせいかもしれませんが、おせっかいな妻の兄がレコードを狙ってるようなんです。あいつは私立探偵を雇って3日連続で店に送り込んできました。そして次にズーズーしく僕の家に現れて、僕がレコードを盗んだなんて言うんです。何らかの証拠があるのか分かりませんが、ここのままにしておくには危険すぎる。妻と妻の兄がこれ以上僕のプライベートに踏み込んでこないようにしてくださいと。なるほど。これはあれですよね。妻に遺産というか、その相続の半分、相続なのかな、その財産分与でレコードを持っていかれちゃったんだけど、そのレコードが、捜査に必要なものなんですよっていうことで取り返してあげたっていうのがもともとあったわけなんですけど、これに3人を送れるかというと、今誰も送れないから無理だよ。ごめんね。さらに不審人物か。ヤンシーフル稼働だな。いや、警官が3人だけ、しかも2人がもういない状態になってるって、もう無理でしょこれ。どう見てもヤンシー一人で頑張ってますからね。正式な苦情か。職権の乱用、何をしたっていうんだ。何もしてないだろう。頑張ってるじゃないか今こうやって。いやーひどいな。ちなみに庶務に行ってまだ市長の者でリクエストは送れないですね。あと1日残ってますからね。もう今日はこのまま事件終わってくれ。どうにもならないよ。よかった。エブリデイショッピングセンターの事件は誤報だったんですね。助かりました。で、盗品販売の方はというと、新しい写真を1枚入手。ちょっと捜査を開始しておきましょうか。これは結局金をどこでもらったかという話だよね。何の事件だったかというと、手がかり、大きい取引はジンヤン本人がやります。買い手は中国ビジネスマンのボースーが内密にフリーバグに到着。彼はあのネックレスが17世紀に自分の一族から盗まれたものだと確信しているということは中国人だね。ジンヤンは取引の際客のふりをしてレイツストランに座る。ほう。ボースーはボディーガードや運転手なしで行動することが多い。なるほど。ジンヤンは買い手に前払いを要求すると。ということは、まず順番で言うと、ジンヤン本人がやるでしょう。で、座ってます。やってきます。金をもらいます。どうこれで。違うか。じゃあちょっとまた捜査の行方を見守りましょう。そうこうしてるうちまた警官が死なないことを祈るしかないっていうね。
さあ、もう深夜も2時になろうかという時間なんで、帰りましょう。給料もね、50% カットって結構ですからね。終了終了。帰りましょう。いやー、よく頑張ったよ。今日実質ヤンシーだけで頑張ったようなもんだからな。で、明日はシフト A だな。はい、というところで14日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き15日目をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。